林中二郎、林中二郎は、薄い亀男が霊気療法のすべての内容を教える、資格である、師範を与えた20人のうちの一人、神奈川県出身、海軍兵学校30期卒、海軍大佐、海軍を退役後、1925年に、東京品の町に霊気の診療所を開いた。診療所は8台の治療代があり一人の患者を2人の、 霊気療法化によりで施術する方式であったと伝えられる。薄井が設立した薄井霊気療法学会とは別に1930年に林霊気研究会を設立し、霊気を日本各地及び1938年にはハワイにおいても研修会を行うなどの普及活動を行った。ただし、独立後も霊気を薄井霊気療法として伝えている。 第二次世界大戦前の1940年5月11日に自人林の死去後、知恵夫人が林霊気研究会を継いだが夫人が霊気から遠ざかったこともあり、間もなく研究会はなくなっている。現在、日本で主流になっている霊気は、林から市販の伝授を受けたハワイ在住日系人の高田、ハワイオから海外に広まり、1980年代より、 日本に逆輸入されたものである。薄いから林が独自に発展させた霊気が高田に伝わり、日本国外で高田及び高田の後継者等によってさらに改変された部分があるため、オリジナルの霊気特別する。日本国内では、林中二郎から師範の伝授を受けた最後の一人である、山口千代子が長年家庭生活の中で実践してきた霊気がある。それが、 現在の自家電冷器研究会が普及している冷器であり、自家電冷器という名称が使われている。A ビート高一世監修、日本海軍主観相欄歌詞は書房。ありがとうございます。